お疲れ様でございます。今回はですね、YouTube でショート動画、面白いのをね、見つけたんですよ。それが、公明党代表の1日のスケジュールを、これね、やらせインタビューですよね。これね、別にね、<laughs> 身内でインタビューしたのかなと思いますけども、まあその辺はどうでもいいんですけども、30年間休みがないんですよっていうふうにね、もうヘトヘトになっているところをインタビューしているわけなんですけども、さあ、実際はどうなんでしょうか。これ1枚目の 扉絵なんですけども2枚目にってみますねまずは何が忙しいのか,なとなんか朝から晩まで会議があったりあっちこっちに顔出してるみたいなんですけどもまあこれを忙しいと言ってるわけなんですけども朝9時から仕事が始まって夕方18時半に終わるんだったらこれ結構楽ちんじゃないかなと思うんですけどねでそもそもこれだけ忙しいってことは仕事がこなせていないってことなんじゃないかなと思うんですよ。 世の中の消化代ってあると思いますけども、でも私たちの国民の暮らしが楽になってないってことは、こんな会議がね、休むに似たりってやつなんじゃないかなとも言えるわけですよね。一体、どんな仕事をしたのかではなくて、どんな成果を出したのか、誰を豊かにしてくれたのかってことが仕事なんじゃないかなと思いますけども、あれこれやって、何の成果も出てない、で、日本の暮らしがどんどん貧しくなってるんだったら、逆にやらないほうが良かったんじゃないかなと思えるわけなんですけどもね。 はい。えー、そして次の画像です。あと2枚いきますね、えー。盆踊りのはしごって書いてますけども、夜は忙しいってことを言われてるんですよ。先ほどの18時半までの予定に加えて、夜は盆踊りのはしごをしなくちゃいけないって言ってますけども、これ誰かに頼まれてるんですかねこれ行かなくてもいいんじゃないですかね結局、自分があっちこっちに名前を打って、選挙で有利になるために盆踊りのはしごをしてるのかなと思えば、最近は盆踊りも随分減りましたしね。で、そもそも、 私、盆踊り、夏祭り、ね、町内会長もやりましたけども、公明党の人が来てくれたことなんてないですよ。だから、盆踊りに行った行ったって言ってますけども、実際は行ってなくても、こんなこと言えますからね、まあ、そもそも行ったとしても、それが世の中の何の役に立つんでしょうか、結局、公明党が名前を打って、顔を打って、選挙で有利になる、ただそれだけのことなんじゃないかなと思うんですよ。ね、盆踊りに行ってね、なんかこう、裏金でもくれるんだったら別ですけどね、どうなんでしょうかね。 いや、ボードリーに来てもらってもね、対応するスタッフの方が仕事が増えて厄介ですよ。で、さらに防災訓練もはしごということなんですけども、能登半島行ってください。ね、防災訓練はいいから。もうね、災害起きてるわけですから。なんで政権与党に言いながら、能登半島のあの災害がずっと放置されてるんですか。早くね、水洗トイレが復活、水道が復旧するように骨を折ってもらいたいですね。まあ、あの、そんなこと言っても、被災地で起きている諸問題っていうのは、 この山口夏夫代表には、どこ吹く風なんでしょうけどもね。はい。今日も楽しく、朝から晩まで。何 ?9 時から仕事うん。いいじゃないですか。大体、民間の方ってもっともっと早く働いてますよ。7時とかね。7時ぐらいから勤務が始まって、朝干し夜干しですよ。18時半にね、仕事が終わるってことはないですね。今日早く仕事が終わったなーってからね、9時ですからね。うん。そう考えていくと、 まさにこの山口夏夫代表の言うね、忙しい休みがないっていうのは、まあ一度民間で働いてみてくださいというふうに言わずるを得ないかなと思ってますけど皆さんの状況はいかがでしょうか。まあ私この口から言うのもね、なんか妙な話ですけどね、お前が一番楽してんだろって言われたら、まあ何とも言えないですけども、それはね、申し訳ありませんでした。はい。まあでも今回のね、山口夏夫の、山口夏夫代表のね、 あの、字が自賛ではないんですけども、俺は忙しいんだ自慢ね。俺は寝てないんだ自慢。もう30年休みがないんだみたいなね。皆さんの職場でもこういったこと、ね。大変だ自慢、休んでない自慢、寝てない自慢。結構あるんじゃないですかね。まさに昭和の価値観ということで。お後がよろしいようで。お疲れ様でした。